ヒバリクラブをご覧の皆様、こんばんは。えー、また、落語界で活躍している皆さん、こんばんは。武田邦彦です。えー、今日はですね、えー、文化教室で、えー、まあ、一般的にですね、まあ、人間というのは、広く社会を見ることができないとか、ね、広く歴史が見れないとか、時間と空間がぐちゃぐちゃに混ざってるっていうことで、 まあ自分自身がこれが正しいとかあれが正しいとかいうふうに言うわけですね。まあ世界には大きく分けて私の分類では3つの文明があると思っています。一つはまあヨーロッパ型ですね。中国なんかもそうだし広くえ広がっておりますが力が正義であるという文明ですね。だから競争社会ですね。ですから戦うには便利というこういう社会ですね。 それからもう一つは、まあ、インドを中心とした、正しいってことは分からないと。これが、ま、インドを発祥とした、グ話として、まあ、皆さんもご存知の、軍毛像をなてる。あの言葉は、ジャイナ教から来ておりましてね。ジャイナ教っていうか、それよりかは少し古いかもしれませんね。えー、要するに、えー、見方によって正しさは違うと。ま、いうのが、インドの考え方ですね。えー、メクラの人が、 象をなでると。最初の確か、アジャイナ教では6人と書いてあったような気がしますが、6人の人が象の足をなでたり、背中なでたり、鼻をなでたりして、それぞれ、あ、象っていうのはこういうもんだ、ってなことを言うと。まあ言うのはあれ、インドのやはり、えー、まあ言葉ざっていうかそういうものであるってことは納得できますね。それから日本ですね。 これは日本を世界の文明の一つに入れるのがおかしいじゃないかという人がいるかもしれませんが、そんなことありません。えー、っと、有名な文明の分類によるとね、これはヨーロッパ人があの分類しましたから、力の文明の社会ですが、日本は八大文明の一つに入っておりまして、えー、日本のような特殊な文明は他の文明と一緒にすることができないというように論評されております。私もそう思いますね。私はまあ三つの文明つってるんですが、 まあ自然を基礎にするという運命ですね。これはものすごく変なのは、神様、教えのない神様っていうのがそれを象徴しますね。日本の神道っていうのは教えがないんですね。信仰ではありますけど、宗教ではないってことですね。まあ、時々、神道を宗教に分類してる人いますけど、宗教っていうのは主な教えと書くわけで、教えがあるわけですね。教えがあると争いが起こります。 イエス様は大変立派な方ですし、ムハンマド様は私よく知りませんが多分立派な人なんですよ。ところが、キリスト教徒と、えー、イスラム教徒といつも争ってますね。これを争うのは必然性があります。彼らが能力が低いからとか剣嘩っ早いからじゃなくて、イエス様の教えとムハンマド様の教えが違うので、それぞれ教えを固く信じてるんですよ。も,ものすごく固く信じてるので、 人を殺しちゃうんですよね。もう違うじゃないか、お前っ,つって殺しちゃうわけですね。で、これはあの、ヨーロッパの哲学にも、あの、波及しておりまして、論理学でもそうですね。A か B か。どちらかが正しい。A か非 A か。っていうのはですね、選択になってしまうんですね。で、この、インドのように、えー、存在をもって正義とすると。 存在が一番大切であるっていうような考えですとね。まあ、とにかく存在がいいので、あどういう存在でもいいけども、えー。まあ、カーストでも作るかって集団を作って、カーストって言うと皆さん誤解するので、集団つったらいいですかね。グループ。グループをこう作ってですね。グループごとで生活をするという、そういう形をしてみるということですね。まあ、それはまあ、えー、インドではカーストと言って、日本では これを身分制度として教えているので、非常に大きな誤解がありますけど、3000ぐらい今あると言ってますね。あの、まあ、我々が知ってるカーストってのは4種類かなんかなんですが、えー、インドには実際上は3000ぐらいのカーストがある。グループがあるわけですね。日本は自然でありまして、これは何でも自然に聞けということで、ここで一回言いましたけど、太陽の下では嘘をつかない。嘘は泥棒の始まりである。<laughs> ということですね。もう全然、 価値観念が違いますね。この三つの文明はそれぞれに、まあ、意味があってですね、私がそれぞれの文明がいいとかいいとか論評しようっていうんじゃなくて、そういう文明があると。まあ、これは自然条件とか人間の条件で全部違うんですね。まあ、特にアリア人の場合は、もともと遊牧民であって、しかも争い、争いをしないと生きていけないという、そういう社会の中に、 生きてきたんで、やっぱり力ですね。まあ、それの象徴的なのはここで写真出しております。もちろん力の支配ですから、当然ですけど、男性が支配することになります。えー、日本は、今の日本はものすごく情報が乱れておりましてね。なんかヨーロッパの方が男女が、あの、同権であるとかなんか言ってますけど、全く違います。ヨーロッパの男女共同参画とか、女性と男性が同じことをやるっていうのは、 差別の拡大ですからね。えー、夫婦別姓もそうですしね。夫婦別姓だとか、えー、男女共同三角だとか、今一生懸命言ってる共同親権だとか、えー、夫婦別姓なんてやつは全部差別の拡大です。それちょっと今日お話します。それは当然ですね。力の社会ですから、この図のように、筋肉たくましい男で槍りをも、変換か槍かなんか持ってる男の、 腰にですね、裸の女が抱きついてるっていうのがですね、女性には大変失礼ですけど、これが力の社会。当たり前ですよね。まあ、あの、インドの方もですね、しかしなかなか難しいんです。あの、たいジャイナ教とかそういう群毛像を撫でるとかね、存在こそが大切だとか、カースト制度っていうのは、紀元前、今から2500年ぐらい前、まあ、少なくとも2500年前、まあ、 記録はなかなかないんですけども、紀元前千年、今から3000年前ぐらいにできたと思うんですね。その頃はおそらく、その通りだったと思うんですよ。軍も像をなでるということだから、それぞれグループに分けて、ね。我々は何が真実か分かんないんだから。グループごとの真実で行こうやと。あの、僧侶は僧侶の真実だと。僕ら、なんか、川で魚を取る。グループは川で魚を取ると。そうしないと。 川で魚を取るグループと僧侶のグループが同じ考えでいるはずがないっていうのはそういう考えですね。ところがね、あの、今のインドはやっぱ違うんです。今のインドはですね、カーストってやっぱり厳密な身分制になっちゃってるんです。で、厳密な身分制になってんのは歴史がだんだん変化してきたんですね。えー、っと、人間ですからどうしても心が汚いんで、人をこう身分で分けたくなる。 あいつは優れてるとか、あいつは優れてないとか、家柄がどうだとかってやり始めるんですね。それで、インド、まあ2500年の間にですね、カースト制度は従来の存在こそ全てであるという考えを捨ててですね、身分制にしてるんです。カーストが。だから今のカーストは身分制なんです。私の言ってるカーストは現カーストなんですね。で、しかしそうするとみんな不満が言うじゃないですか。そんなことないよとカーストってのは、 あなたたちは僧侶としてのグループであって、我々は魚を取るグループなんだと。僧侶も大切だけど、魚を取らなかったらダメじゃないかこうなるわけですよ。それを今度は頭のいい連中って、上の身分を作った連中は誤魔化すわけですね。その誤魔化し方が輪廻なんですよ。輪廻も最初は違ったと思うんですよ。しかし、今から僕が調べた輪廻、僕なんかが接しられる輪廻はね、 やっぱりこれが政治的に利用してるんですよ。えお前らは一応今のところ、俺たちは神様の相手だから偉いけど、お前ら魚なんか取ってんだから原因だと。だから俺たちの方が身分が上なんだと。しかし、それで不満に思うなよと。ね。物事は理廻だから。死んだ後、次は、お前たちがこの僧侶になって、俺が魚取りになるかもしれないんだから。何この、 世の中だけで判断しちゃダメだよ。と言って誤魔化したんですよ。これはね、日本もあるんです、結構。まあ日本の歴史は僕ですから、ある程度詳しく調べられるんですけども、日本もやっぱり昔ね、3万年、4万年の旧石器時代の時はね、まあそういう感じはほとんどないですね。まあ物品しか残ってませんけど、ないですね。村の構造もそうなってます。本当に自然の中に溶け込んで生活してますね。それから、 もちろん、神道ができてからの祭壇もですね、何にも <laughs> 石が置いてあるだけとかね、全く階級性とかそういうのを、存在を感じさせません。それは、あの、定期航路とか、その当時はあった定期航路とかですね、それから石器加工用の工場とか、そういったものからもですね、えー、推定されます。えー、ところが、日本の方もだん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 階級性みたいになってくるんです。まあ、随分日本は頑張った感じはしますけどね。 まあ、江戸時代ぐらいになると、やっぱりかなり悪くなってきましてね。例えば、日本はもともと階級性がなかったんですけど、まあ、得た否認ぐらいを分けようや、というようになったのは、僕の調査では、まあ、違うまた意見があったらコメントも寄せていただいてですね。僕の調査では、江戸時代の最初にですね、赤いなんか衣服に赤いなんか印をつけさせられるんですね。区別するために。それまでやっぱり区別ないんです。ですから、 文献によってはですね、日本には得た否認の区別はない。得た否認は結構お金持ちだった。というのは表現もありますしね。そういう記載もありますし、また、えー、赤い印つけてね、みんなで侮辱したという記録もありまして、まあ、これは歴史ですから何が正しいかってことはわからない。まあ、空中にそういうのを浮かしといて議論しなきゃいけないんですね、まあ。いずれにしてもそういうことなんです。で、この前ちょっとここでお話ししたですね、要するに、 ヨーロッパどうしてもよく見えるんです。ヨーロッパはですね、ごまかしがうまいんですよ。ものすごく。二重人学者ですからね。力が正義だと言っときながら、平等だとかみんなで一緒にやろうつってるから、どうしてももう、言う本人が二枚舌なんですよね。もう元々二枚舌なんです。えー、その人たちが言うわけですね。で、まあ最初は、だから奴隷がいますね。元々ヨーロッパ奴隷がいます。奴隷が一番多かったのは、 ヨーロッパですからね。それも公的な奴隷がいるわけですね。奴隷市場で売り買いして、値段今でも分かってますよ。だいたい古代ギリシャ時代を今の通貨に直すと、男の奴隷が一人100万、女奴隷が一人1000万っていうような計算値も出てますね。だからそういうのがこう、相場としてある。人間の値段がついてるっていう。それでひどいことをやるわけです。人間じゃありませんからね、奴隷っていうのは。 奴隷同士の戦いとかいうのがエンターテインメントになったりいろいろしてますよ。全然日本と違います。いや、そんなひどい社会なのに、ね、なんであの、ヨーロッパを尊敬してる文化人とかいるんですかね僕にはちょっと意味がわかりませんよ。特に近代の哲学、僕も随分ヨーロッパ哲学は参考にしてますよ。参考にしてますけど、この人たち何言ってんのかなと思うんですよ。だって、例えばインドをね、 植民地にしてもバンバン殺してんのに。たや人権はとかね、哲学者が人間はもともと尊厳があるなっ,つってる <laughs> この人たち何言ってんのかなまあそれはもうわからないことはないですね。フランス革命の人は皆平等、自由で平等だっていう人という単語にはね、まあ厳密に言うと白人男性という単語が使われてますよ。<laughs> もちろんそれはそうで、フランス革命は1789年ですけど、 フランスの女性が、選挙権を持ったのはもう20世紀の半ばであり、150年も経ってる。女性だけ区別してるんですよ。それから女性が男性の許可なく動けないという法律がありましてね、古い法律が。それが、改正されたっていうか捨てられたのが2013年ですから。フランス人がいかに二枚したかわかりますよね。まあ今日はそれを言うんではなくて、まず、こう、 自由とか平等っていうのもいかにね、汚れたもんかってことなんです。ええー、それはですね、やっぱり、力の正義、力が正義であるということを元にした文化ではですね、どうしても二万一になる。どうしても二万一になるので、変的なことがいっぱい起こる。それを、これも時代とともに変えていかなきゃいない。例えば、インドのカーストが、もともとは身分制度じゃなかったけども、現在はもう完全な身分制度になってる。 日本もヨーロッパ文明の影響を受けてですね、最近ではなんか、東大で試験をすると。頭のいいやつが優れてると。こうなると。<laughs> なんかもう、全然違う方向に行っちゃうとあ。まあ僕はそれが一つのテーマでいろいろ研究をし、このひばりクラブで皆さんと一緒に考えたりしてる。落語会も、それを皆さんと一緒に考える一つのね、私の、私としては一つの研究会の一つ。もちろん、 落語会は自由な意思で入っておられますから、えー、いろんなことをそこでしようと。僕はまあ旅行もしたいと思ってるわけですけど、気の合う人と一緒に何かをするってのは楽しいもんですよ。本当に楽しいもん。えー、ところで言いたいのはですね、えー、ヨーロッパのフランス革命の自由平等なんていうのはですね、自由にすれば能力によって分かれるわけですよ。だから、自由な大学の試験をするとか、 自由な何なかをするったら必ず能力別になりますから。力の正義を決めるいいポイントになるんです。<laughs> 平等もそうですね。機械が平等で与えられたら必ずその機械の中では優劣がつきますから。<laughs> 平等じゃなくなるんですよ。つまり自由という、自由を強調するのは自由じゃない社会を作ろうとしてる。平等を強調するのは平等でない社会を作ろうとしてる。それを 得意の庭自体で人を騙すと。それで日本のように、まあ、自然の中で、えー、楽しく過ごしている人はコロッと騙されると。まあいうことですね。だから難しいですね。あの、時間軸も見なきゃいけないですね。カーストって言ったらもう絶対身分制度だ。それは正しい。今はそうだから。だけど2500年前はどういう思想でできたのかっていうと、群貌、像を撫でるなんですよ。心理はわからないから。 正義は分からないからね。だからみんな像を撫でてるようなもんだから。みんな、それぞれで行きましょうやと。それぞれで行きましょうやつったってね、職業が違う、生活が違う。またインドの場合は、作物、食べ物さえ違いますからね。まあそうなるとやっぱりグループごとにやっていかないと、自由とか、平等っていうのは人間社会では得られない。こういう論理を立ったのが、ああ、ファストですけどね、本来の。まあ日本もそうでしたよ。天皇陛下を置く。 天皇陛下、何にも力なくてもね、あの、皆さん、ははーっつって従うという、こういう文明を作った。まあ、11月にはハロウィンをやり、12月には、キリスト教の結婚式に出て、えー、イエス、キリストの前に愛を誓うなんてやって、クリスマスが来たら、子供に、なんかサンタクロースからのプレゼントよっつって渡して、それから7日ぐらい経ったら、このジョのやなを、仏教のジョのやなを、 日が明けたら元旦に神道のお参りに行き、あの、初詣に行き、帰りにお寺さんによって、あの、先祖にも挨拶をしてくると。お墓にね。こういうことが平気でできるのはそれは日本人だからですよ。日本人は教えを受けてないから。誰の教えってことないんですよ。ハロウィンの蛮族の教えであれ、ね、イエス様の教えであれ、まあ、ファソリックでももちろんプロテスタントさんと、どっちでも構わない。偉い人が決めた。 お坊さんでもいい。親鸞の、ああ、善人、また悪人親っていうのはありますよね。それもまたいい。神道もいい。こうなると。これは信仰があるけども、宗教はないからですね。信教はないんですよ。こが、それを間違って日本国憲法でも信教の自由なんて、あれは信仰の自由なんですよ。日本で言えばね。まあ、そういうことありますので。まあ、それでそれとか時間とともに変わるし、時間とともに変わるものはカーストとか、 まあ日本の今のね、東大受験なんかも全部そうですけど、全部ヨーロッパに騙されて、いい文化を持って、文明を持ってたのに、それが今や力の文明になってる。だから、僕がいつも言うように自動車会社の、あ、今日なんか、自動車会社の会長さんの、えっ、ー、と、年俸がなんか16億とか出てましたね。ちょっと、ちょっと違うかもしれませんあの、母子家庭のお母さん、 この前教えてもらいましたけど、コメントでね、235万円。まあ、その他に手当みたいなのがありますけど、実際に稼いだ額は235万円。やっぱり500倍以上違う。方や自動車を生産する。方や子供を作る。私なんかはどう見ても自動車よりか子供のは人類にとって、日本にとって大切だと思いますけど。やっぱり違うんですね。その巧みな 非常に巧みな社会構造を作ってるのが力の正義であり、自由であり、平等であると。私は絶対それには加担しません。だってそういう二重人格二枚舌、人を騙すやつね、そういうものには私は加担したくないということであります。それではどうも。